くしたいのか、今僕にできることって、夕凪を待つことだけかい。ああ、そして人は無力と思い知る、何を語ろうとそれは止まらない。ああ、偉そうに聞いてても無駄だとわかる。どうであろうと僕は風を無視できない。遠い夏祭りの夜にくるくると回ってた、色の綺麗な風車、誰の思い届ける、知らぬ間に頬に流れる一筋の涙よ収まれ。ああ、だけど人は何かをしたくなる、それが何なのかわからないままに、ただ見過ごとされけず耳をそばたて、気配探す風はどこから吹くつもりか、たとえ僕がまぶたを閉じようとどこで泣いてるか見当つかない。もう他の人のことなど考えるなと正解な僕に耳打ちしてくれてる。と思い知る、何を語ろうとそれは止まらない。ああ、偉そうに聞いてても無駄だとわかる。どうであろうと僕は風を無視できない。どこで誰が泣き声あげようが、僕はそれを思いやる余裕がない。こんな情けない自分の聞き違いだと納得をして、風の中を歩き出そう。ありがとうございました。うずいから、うずい歌とつやくん、本当ありがとうございます。のさミラボールありがとう。あつしさんペンライトありがとうございます。うん、ポンタ流れ星ありがとう。うんうんうん、ひろしげありがとう。流れ星やばい、かわいすぎちゃうね、捕まえられてもいいやって、ありがとうねねこちゃん。捕まえますよ、もう容赦なしにみんな捕まえていくから覚悟してください。うん、即戦力だ、だって本当ピンゴの神さん嬉しいです。即戦力になれるように頑張ります。いい歌声だって、ありがとうグルタマさん。グルタマさんって名前が変わっちゃってるもはや名前が違う人になっちゃう。本当ですか、もうこうやって配信しようか誰ってなる、みんな誰か分からんくなる。
本当何でも歌えるんだね、すごいだって。全然歌えないですよ。うん、ありがとう。わら、なんか言ったわ私。実はダンス経験ないんですよ、ダンス。でも絶対あのいっぱい練習する努力は絶対いっぱいするから頑張ります。みんなどういう感じの、どういう系統、どういう歌を歌ってほしい、可愛い系、それともかっこいい系、それとも何系があるのか、明るい感じの曲。かわかしくなくて知識ないけどこのライブで歌を覚えてる気がする。そうなの、アルカラさん、いや嬉しい、なんかいっぱい聞いてください。暗い系とか、暗闇歌う。夜夜幕を縮めに、綺麗事では終わりたくない。めっちゃん、ゆたかさん、ミッキーだって。うわー、見つかっちゃった。ありがとうございます、来てくれて。うん、何歌おうかな。足が、え、ちょっと、ちょっと、うん、何がいいかしら。横浜家系でって何？家系ですか？昨日めっちゃラーメンの話したんやった、そういえば。そういえばめちゃくちゃラーメンの話したわ。うん、片思いの入り口歌おうかな。じゃあみんな私に片思いする曲、え、私片思い、え、何が言いたかったんだろう。片思いの入り口歌おうかなと思いました。で48グループ箱押しさん、お疲れ様です、来てくれてありがとう。お疲れ様です、みんなお疲れ様です。48グループ箱押しさんもお疲れ様です。誰か僕に教えて。やっぱりあのさ、歌った曲一回歌ったらさ、ずっと頭にそれが回るんよ。みんな、私、そうなんです。片思いなんですか、みんなとはオフィシャル両思い。シュワジャーネ歌ってほしい。入ってないよ、そう。どんなんだっけ。なんだっけ。歌詞わかんない。両思いの入り口にする。じゃあとりあえず歌おう、片思いの入り口を。うん。じゃあ。片思いの入り口を歌いたいと思います。原点、アコペラで歌いますか。じゃあ片思いの入り口、あ、
ちょっと待って、あれ曲やってなかった、片思いの入り口歌います。今日、間違え、教室から何が見える、真っ青な空か雲か地平の彼方、春の風は吹いてるか、彼女はそこにいるのか、片思いの入り口。クラス替えして C 組の僕は彼女の様子がわからない、会えなくなってやっと気づいた、その興味とは好きだってことだ、気のせいか声が聞こえたような、渡りを貸していたような、いつだって彼女探そうとして、そばにいるとただの友達でも離れた分壁になってる、恋の気配急に感じているよ、校庭には何が見える、新しい風に揺れる枝のつぼみよ、あの日のときめき入学式、デジャブみたいな桜の木、切なく悲しく遠く、何をしていても気になってしまうんだ、こんなはずじゃなかったのに、彼女はどこにいるのか、片思いの入り口。同じ校舎で学んでるのに、僕らははぐれてしまったよ、会えないことがこんなに辛いって今までずっと思わなかったんだ、なぜこんなに胸が苦しいんだろう、クラスメイトの一人だったのに振り向いた彼女を思い出すんだ、どれは前の席に座っていた、その存在当たり前すぎて異性として君を止めなかったよ、教室から何が見える、カーテンがふわり待って邪魔をしている、誰かが開けた窓のせい、紛れ込んだ犬が鳴く、心に何が見える、純粋な愛か期待願望なのか、僕の風は吹いてるか、彼女は何も気づかず、いつの間にか入り口。朝早い通学路、偶然十字路で出会った、久しぶり一言がなぜか言えずに、ぎこちなく半分微笑む、校庭には何が見える、新しい風に揺れる枝のつぼみよ、あの日のときめき入学式、デジビューみたいな桜の木、切なく悲しく遠く、何をしていても気になってしまうんだ、こんなはずじゃなかったのに、彼女はどこにいるのか、片思いの入り口。ありがとうございます。え、ちょっと3000人いってる、ありがとう、皆さんこんばんは。ありがとうございます。達也くんいっぱいありがとう、流れ星とかミラボルとかありがとう。教室間違えた時みたいな顔したっけ。グルタマありがとう、ハート。校庭には何が見える、
みんなパチパチありがとうございます。原点入ってたらよかったんだけど、カラオケに入ってないんですよな、悲しい。そろそろあの曲でセリフ聞きたいなって。なんだろう。歌う？KT のおさん、キュルルンキュルルン、ノーフムさん、キュルルン、ありがとうございます。 SC48 3期生オーディション参加中、エントリーナンバー28番です。ぜひ28番で羊ちゃんで覚えてください。こんなはずじゃなかったのに、彼女はどこにいるのか、両思いの入り口。落ち編したら 何します？ゆうとさん、落ち編したらダメだよ、逮捕しちゃうぞ。かこさん、こんばんは。こんばんは。今日も来てくれてありがとう。ぜひびっくり見れてください。あ、わたるんや。こんばんは。わたるん、こんばんは。間に合ってよかった。よかったですね。もう私のこんなポリスコスプレを見てあげなんてね、絶対一生後悔するから見れてよかったね。誰かに足を踏まれ、痛みを感じて気づく、僕も誰か。推し変したら何なんだ、星だ。めっちゃ星だ。逮捕ですかね。逮捕しますよ、もちろん。推し変は確実に逮捕、確実に推し変した方は確実に逮捕しますけど、逮捕どころの話じゃないですよ。もう処刑くらいの勢いよ。ふふ、早速何、逮捕って星になるの？やっぱり逮捕しちゃうぞ、わたるん、逮捕。きのこのみーさん、こんばんは。初見ですやって、こんばんは。来てくれてありがとうございます。 ST48 の3期生オーディション参加中のエントリーナンバー28番羊ちゃんって言います。よかったら見れてください。ありがとうございます、コメントしてくれて。きのこのみーさん、似合ってますかね、ポリスコスプレ。羊ちゃんに推し変しちゃダメということで、え、逆、羊ちゃんから推し変したらダメですよ。羊ちゃんに推し変しちゃダメだったらダメ、そんなんダメ。羊ちゃんに推し変推してください。推し変したら逮捕ですよね。え、推し変しなくても逮捕ですよ、確実に。推し変はダメ。推し増しは罪に問われますか？問われますね。おしましも罪ですね。同い年だって。同い年なの？どこだみさん。え、
18歳ですか。同い年わー嬉しい。仲良くしてくださいぜひ。つちちゃんには支援します。知らんけど、知らんのかい。知らんのかい。ゆうとさん、おしへん、おしへんはダメだけど、おしわししてくださいぜひ。押してください。ピンク。逆に羊単押しになったら、羊単押しになったらもう私がもういっぱいいっぱい入れてあげる。ぜひぜひぜひ歓迎しますよ。羊ワールドに。早生まれの17歳です。そうなんですか。へえ、早生まれなんや。いいな、17歳か。すごい嬉しい。同い年、同い年、同い年か。一応同い年ってことにしてこう。やばい、落ちそうやった。何、あー何歌おうかしら。あと2曲くらい歌えるかなって思うので、なんかあったらコメントしてね。わ、待って、これめっちゃ懐かしいわ。あの日の音決め決め、懐かしい。めっちゃなんか前に、なんかいつやっけ、去年くらいに友達と学校でなんかなんやろ、みんなでお菓子持ち寄ってパーティーみたいなしたんやけど、そうなんかある友達がね、ともお菓子じゃなくてマジでお菓子作ってきて、ホールケーキとか作ってきて、やばかった。その写真があってめっちゃ懐かしいってなってる今。へいちゃん押してますって達也くん、わーい、ありがとう達也くん、いっぱい押してね。羊ワールドに住みたい、ぜひ住んでください。何歌おうかな。あちょっとあれ歌、どうしようどうしようどうしよう、何の曲あったっけ、てか、ちょっとねショールームに入ってる曲数が少ないので、いつも同じ曲歌ってるって思われるかもしれないけど、お許しくださいね、曲数が少なくて。きのこの山派ですか、たけのこの里派ですか。たけのこの里派ですね。たけのこの里が好きです。どっちも好きだけど、きのこの実さんはきのこの実さんやから、きのこの山派なんかな。パリピだって、全然パリピじゃないよ。カビワルさん、ひつじちゃん沼、やっほー。今日はポリスコスプレで3224人目の方ありがとうございます、来てくれて。じゃああと2曲歌おうと思うので、何あんま歌ってないやつ歌おう。何がいいかしら。独り言とか歌ってないかも、あんまカラオケで。そう、今日なんかちょっとか、あのなんだっけ、なんか暗めの曲ばっか歌ってる気がするけど、あと2曲歌えるから。ちょっとキュンとした。ちょっとなの、ちょっとなのか、悲しいなあれ。結構全部歌ってるくない。そうなんよね、まだあのなんだっけ、まだね、なんか なんだっけ、あの練習してて歌えてないやつも1曲か2曲ぐらいあるけど、
出荷、出荷もないよね。じゃあ独り言を歌えようと思いますね。とりあえず最後の曲何がいいかちょっと考えといてください、皆さん。やばい、なんか目がかゆい。じゃあ歌います。もうなんかやばい、今日なんでこんな曲ばっかりなんじゃないの。歌うまくないとダメみたいな。いつもとは違う反対のホームから、ガラガラの電車に衝動的に乗った。どこへ向かうのか行き先は知らない。今日は人混みで足を踏まれたくない。街は遠ざかり、窓の向こうには田園が広がる。一人ごとで語るくらいならば、黙ったまま何かしよう。今の場所でどんな想像をしても見えるものに限りがある。心の中答え探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんなが行くその目的地には、夢に気づく者はいない。ぶつぶつつぶやいてたって誰が耳を傾けるんだ。終着駅には僕以外いなかった。最初の反抗は空気がすがすがしい。一人でいるのは心細いけど、新しい世界だ。始めるのは片手のだけより意味あることだと思う。目をつむって憶測で語るが、自分自身で確かめてみろ。頬に触れる風を感じながら、深呼吸を一つする。現実に僕は立ち向かおう。そのすべてを受け入れて、幸せとか不幸せは想像じゃ見分けつかない。次の電車は何時なのか、忘れ物を思い出して、僕は何を今すべきか、ちゃんと街へ帰ろうと思う。もう誰ももう何も羨ましくなんかない。独り言ではなくて大きな声で僕は叫ぶ。僕の夢はもっと近くにある。ここまで来て気づいたんだ。一人ごとで語るくらいならば、黙ったまま何かしよう。今の場所でどんな想像をしても見えるものに限りがある。心の中答え探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんなが行くその目的地には、夢に気づく者はいない。ぶつぶつつぶやいてたって誰が耳を傾けるんだ。
難しいねこの曲。むずいわ、むずいです。なんか一人ごとの日をいつから入れたらいいかわかんない、タイミングが難しいです。いっぱい聴いてるのにむずい、難しい。とつやくん流れ星いっぱいありがとう。ゆうたまひろしげもいっぱいありがとう。いい曲だ、いい曲だ、今日いい日になった、いい日になった。ひらまさんミラーボールありがとう。よかったよってありがとうございます。ひとりごと好きだから歌ってくれてありがとうって。ひとりごと好きなの、よかったです。もっとうまく歌えるようにいっぱい練習するね。始業は帰りますって。今終わったの、遅くまでお疲れ様。うん、じゃあ最後カラオケ今日最後の曲を歌いたいと思います。なんかもう定番になっちゃってるけど、一応何歌っとくって聞きますよ一応。最後みんなに帽子を授けよう。みんなかぶるんだ。あれあれ、あ歌えますねじゃあ。もう固定に合ってる最近。じゃあいつもので最後は歌おうかなと思います。ちょっと待ってね。あった、あ違えた。豊中のひろさんバラ10個ありがとう。バラ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 ありがとうございます。岡山国鉄227K15K3 お疲れ様です。お疲れ様、お仕事お疲れ様です。今日ももうなんかめっちゃ斜めなんで、ね、これやばいよね、めっちゃ帽子気になる。これ聞かないと眠れないの。おはこおはおはおはこ、うわそうなんですよ。やばかい、もうネクタイが大変なことになってる。頑張ろう頑張ろう。はっぱっぱさんや、やっほー、いつもツイートめっちゃ見てるよ、ありがとう警察。じゃあ最後の曲歌いたいと思います。10時までなの、あもう9時27分じゃん。じゃあ歌います、聴いてください。ヘタレたちよ、ヘタレたちよ頑張れ。期待されてないってすごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない、無気になることない。辛くなってしまったら歩けばいいし休んだって問題ない。人は誰だってだらしない生き物だけど変わってみたくなる。そうこれをきっかけに行け。ヘタレたちよ、ここらで一丁走ってみないか。さあ一
何がなんだかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で最高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 気持ちいい自分に、せーの頑張れ。必死なのってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ僕も適当に。力の入れ具合誰もそれぞれだろう。汗をいっぱいかいてるやつとか肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う。順位は競わないよ、ただゴールを目指そう。進め。ああ落ちこぼれよ。不関心のまま生きててもいいけど、そう本当は昔はかなり速く走っていたんだろう。それをやる意味は何もない。しらけてるだけじゃ逃げられない。それでも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 腰を上げて、せーの頑張れ頑張れ。これが最後の曲なんで、倍も値上がってください。褒めてもらえない、僕らの人生、そんなのどうでもいい。さあやるかやらないか、いくぞ。ああへたれたちよ、ここらで一丁走ってみないか。さあ一度くらい、何がなんだかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で最高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 気持ちいい自分に、せーの頑張れ。僕はずっとヘタレだって言われてきた。自分もヘタレだって思ってきた。ここで1回ぐらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。羊だってやるときはやるよ。ありがとうございます。パチパチ。かゆい。あ、ちょっと。前みたいに充電が切れたら怖いんで充電器に変えるわ。充電器に変更。よいしょ。はい、できたできた。パチパチありがとうございます。帽子のかぶせた感、みんな逮捕しちゃうぞ。遅くなったので逮捕してください。じっちゃん育成したい育研究生、あなたを逮捕する。浮気したら、浮気してもおチェーンしてもおしましてもみんな逮捕しちゃうぞ。世の中のひろさん、バラ10個ありがとう。羊だってやるときにはやるんや。そうだよ、たまちゃん。わしもヘタレです。
すごい、みんないっぱいありがとう、嬉しい。どこまどこどこだどこだどこどこまで遡ったらいい。ポンタペンライトありがとう。ひろしげ本当ありがとう。羊ちゃんに逮捕されたい、はっぱっぱさん逮捕はっぱっぱちゃん。たちあくん流れ星ありがとう。まことっち音符ありがとう。みんなありがとう。フィラマス流れ星ありがとう。ヨフンさんバラ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 ありがとう。バラ5個ありがとうございます。お幅が違えば、あつしさんペンライトありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい、みんなパチパチしてくれてありがとうございます。あ、ともきさんややっほー、待ってたよ、遅いな逮捕しちゃうぞ。あ、じゃあもう9時半に36分なので、いつもの企画をやろうと思うんですけど、そういつもの企画をやろうと思うんですけど、ストーチお城コーナーです。悪いことしたら通報や、なんだブロックかしらしないですよ逮捕ですね、私流の逮捕。幅チェイスして歌うのレアでしょ。今日もコスプレですか。今日もコスプレですよ、ネクタイがゆるゆるですアップも可愛いぞ、本当今日の瀬戸内は、じゃあ紹介したいと思います。今日の瀬戸内はあ、これや、あ、やばい、じゃあ紹介しますね。今日はじゃん、ナルトの渦潮です。ナルトの渦潮です、今日は。わらめちゃ SU48 から撮ってきてる感あるいやでもね、絶対歌うじゃん、絶対歌うじゃん、あの曲は。だから勉強ですよ、今のうちから絶対に歌うから。そうやっぱ歌ってる時にさ、知ってた方が絶対いいじゃん、全部その場所についてね。ってことで、ナルトの渦潮を紹介しましょう。みんな知ってるか。でもはい、瀬戸内海と紀伊水道の干満差によって、自分で海水じゃないか分からなくなってる激しい流れができることによる自然現象だそうです難しいね、日本語は自然現象です。そして春と秋が、あれらしくて、で最大直径20メートルの渦潮ができるみたいなんですよ。ぐるぐるぐるわーって、ぐるぐるどっかーってなれます。そしてこれは世界一とも言われている大きさらしいですよ、渦潮、ナルトの渦潮は。でなんかネットで見てたら、なんか潮見表っていうのがあるみたいで、なんかそれでこのナルトの渦潮を見たい人はこれを見て見頃をチェック しているそうです。はい、そんな感じでした。ナルトの渦潮、村上海賊、兄ちゃんも歩け歩け、小ベルミナリエ、ブーリブーリ宮島、あれは青鳥がいいか、寒流島、あそこだっけ、合ってる違うかな、合ってると思う多分。ひな姉ちゃんも鹿島ジーンズ、なんだっけ、
の島大橋コンピラさん神戸牛ウやばいめちゃくちゃやばいめちゃくちゃもうコンピラさんも神戸牛ウもやったやったからめっちゃわかるわ神戸牛ウ瀬戸大橋さあ瀬戸内48つーちゃんに会いに来て誰よりも好きになってお願いねねえ海に洗濯物あげたら渦潮で洗濯できるんだよ。どういうこと？本当か？本当か？なんだ？な何言ってるの？徳島いいところめちゃくちゃ覚えてる。青踊り会館分かんない調べる。コベルミナリエブラリブラリ宮島2代目はちょっとまだあの練習中というかはいあのみえ